貴様の自慢のパワーも怠けていたせいでこのざまだぜ。死んで働き者にでも生まれ変わりやがれ。ガリック砲惑星ベジータのことだ。何、お前たちサイヤ人の惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって小サイヤ人の中のほんの一部にはお前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。力を持ち始めればいつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに、フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。使えそうだったのでわざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず行ったみたいね。そうだ、さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか。孫君がここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが。やったー、キャッホー。ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世はおしまいだ。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。そんなことをしたらあいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな あなたたちのこと、ここに沈めておけば誰にもこのドラゴンボールは見つけられ、フリーザたちの持っているドラゴンボールは5個、残る1個を探すか。このパワーはザーボンだ、間違いない。待っていたんだ、単独で動き出すのをな。スカウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったものを。よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと？まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。力が吹き出してきた。すげえ。
もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつ、きっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。デンデ、待って。でも、なんであんなところにあったのかな。村の人が慌てて隠したのかもしれないな。早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個全てを持っては逃げ切れん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。あの野郎！なんたる集大ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、この私があなたを殺しますから。はい。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え、今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。いや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けば、お前はもっともっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の？なぜこのナメック星に？しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。くっそ、ベジータめ、一体どこに？このままでは私の、あれは、ん？でかい戦闘力がついてザーボンに見つかったらしいな。しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに今度。あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。え、本当ですか？何？この木はまさか、ベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった。強くなったのに浮かれて、あいつの木に気がつかなかった。で、フリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして、貴様の奪ったドラゴンボールの在りかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。やはり油断してやがる。
死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろう。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか。そういえば悟空も激しい戦いのたびに強く こいつを渡せば おとなしくここから消えてくれるか。まあいいだろう。ドラゴンボールさえ手に入ればザコなどと遊んでいても意味はない。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。そんなでかい時計しか作れんような科学力でよくこんな星まで来れたもんだぜ。ところでカカロットの野郎もここに来ているのか。来てないよ。そうか、そいつは残念だったな。地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ。今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってな。あのガキども、舐めやがって許さんぞ。くそー、消えやがったとか。地球人どもめ、生意気なまやつらもこっちの持っているロックをいつか必ず狙ってくるはずだ。これでよしと。数が一つじゃないような。一つではないだと。まさか1、2、3、4、5。くそったれ、間違いない。この木はギニュー特戦隊だ。フリーザのやつ、ギニュー特戦隊を呼びやがった。貴様ら、この俺にドラゴンボールを早く渡せ。バカ言うな、そんなことできるはずないだろう。それじゃ俺たちは何のために。ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たちの願いもきっと叶えられるだろう。3つ ?1 つじゃないの。早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞ。わかった、ついてこい。約束だけは必ず守ってもらうぞ。くしょー、目いっぱい飛ばせ。やっと到着しましたね。待っていましたよ。ありがとうございます。フリーザ様、今回の我々の使命をお教えください。裏切り、私の集めたドラゴンボールを奪って逃げました。死なない程度に痛みつけてここに連れてきてください。たやすいご用です。我々のスカウターはすでにベジータを捕らえております。フリーザ様、ご注文のスカウターはこちらに。ご苦労様。では行ってまいります。お前たち準備はいいな。ファイト。グルマさん、ドラゴンボール持っていきますから。
何なのよ今ベジータもいなかった。そんなに強い奴らなのか。ご飯、最長老さんにしっかりパワーを引き出してもらえたのか。貴様ら少しはパワーが上がったようだが、ギニューの奴らを甘く見るなよ。封印にいただくまでだ、グルド。はっ、うん、あっ、なんで。くそったれ。グルドが一瞬だが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。じゃあリクームがベジータ、グルドはチビ2匹セットでな。仲良くやれよ。俺は優しいだろう。おー、最高っすよ。では俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていく。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。覚悟はいいか。ここまでだ。さあ、そろそろ始めようぜ。ナメック星人にそれを聞き出さなくっては。お？明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。まだ生き残ってたんですね。では私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私の方が連中の扱いに慣れていますからね。ギニューさんはここでドラゴンボールを見張って。到着、ナメック星に到着しました。
く三人を探さねえと。生きてるよ、クリリン。ご飯、プルマ。悟空、ついに到着。悪いな、隙だらけだったもんだからつい。この、いや、やろう。その強い体をチェンジ。変更までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。お酒！お、雰囲気がさ。それに、なんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。悟空じゃないって、どういうことだ。わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が俺も戦わせてください。隊長、こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。
ベジータ貴様いつの間に。俺たちに叶うわけがない。そんな恐れているんじゃないのか。復活した俺の戦闘力は。恐れているだと。この俺がベジータごときか。バカな、あのベジータがなぜこんな戦闘力を。この俺も近づいているんだ。すっ待ってくれ。あの野郎、よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ一体何をしたんだ。これだチェンジ。どういうギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは。おれ、願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシーンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい。何かがこっちに近づいてる。すごい速さで。フリーザだ。急げデンデン、早く願いを叶えさせてくれ。はい。タッカラポッポルンガプピリットパロ。光った。あ、空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ボールを7個揃えし者よ、さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ、さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ。サイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。一つ目の願いでこの俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。っていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。
い、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリグオ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポー。わかった、一つ目の願いを叶えてやろう。おい、二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。は、はい。テルモバラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい、二つ目の願いを叶えてやろう。フリーザが近づいてきてると思えば、どういうことだこれは。なぜ空が、この星に夜はないはず。なんだあの化け物は。それにドラゴンボールも奴らもいない。あの化け物はあいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやがったな。でも竜が消え、ドラゴンボールが、あんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。な、勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんなオーボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。愛は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザ、今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい、めったに見られるものではありませんからね。気をつけろよ、こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。何？うわっ！うわっ！そんな心配をしてる暇はないで！ダイックホー！この時、逆上して理性を失うとここまでパワーが引き出せるのか。今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだ。ちくしょう、俺たちの考えは相当に甘かったらしいな。俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが
見殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすればフリーザにでも勝てたろうに。なんであいつが。何、あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽君、うわっ、ねが、ベジータ今だ、攻撃してくれ。悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよデンデ、ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。待たせたな。ち、誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。ナメック星人がいたとは。マヤン島殺法だ。マヤン島殺法。マヤン島殺法。マヤン島殺法。貴様らに殺されたナメック星人。見せてやろう。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。ピッコロさん、僕も戦います。くそ。待て、貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ、今すぐだ。え、すぐに片付けてやる。今のはなかなかでしたよ。いくら大嫌いなお前だって、そんなこと。もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。よし、この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことですが、殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。何？この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。なんだ、フリーザか。
変身が完了したんだ。デンデお願い、ベジータを直してやって。あれがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうもない。ナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。約束でしたよね、地獄以上の恐怖を見せてあげるって。なんてスピードだ。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。少しだけ付き合ってあげようかな。ちょっと本気を出してあげようかな。ヤリック砲、これが俺の限界だと。そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。くたばれフリーザー。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。信じらんねえ、力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれえだ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。生かしてはおかないよ。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。カカロット、まだそんな甘いことを。スーパーサイヤ人じゃ なかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっとなれたはずだ。よく聞けカカロット、俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は兄弟も俺の親である王も全員殺された。頼むフリーザ
フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の天帝。君を宇宙の塵にすることができる。何？果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、ソンのやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めたソン・悟空。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。ちくしょう。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。さく人をイライラさせるのがうまいやつらだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。こんなもんも。残らず生かしては返さんぞ。クリーン、やめろフリーザー。ゴクお次はね。
この杖でさっさと突き抜ける。なんだあいつの変化は。まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ。スーパーサイヤ人に。俺は怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。サイヤ人、いい加減にしろ。この野郎。よっ、はっ、よ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 っ、お前はもう謝っても許さないぞ。なんと言うか、あんな奴に、あんなサイヤ人なんかに。こんなはずはない。当たりすれば。当ててみろよ。ふざけやがって、後悔しやがれ。力が。図に乗るのもそれぐらいにしておくんだな。この俺に勝てるわけがない。とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられる。貴様らサイヤ人はどうかな。フリーザー、貴様がフルパワーに何も余っているのは、最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。巨人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その1つの願いでフリーザ以外のナメック星にいる者全てを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。俺は生き返ったのか。どうしたことだ。なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ。私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。ポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを抑止にしろ。しまった。ポポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリト、ロンロンパ、パピッポ、ファロ。いいだろう、了解した。星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に、今我々に起こったことだけは伝えておきたい。
遥か遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。ブルマの家に住むことになった。わずかな時間だけ蘇った最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーリによってナメック星の1年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。惑星で生き返らぬよう一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天使マンが復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。